今回はデニムのヘアゴムの作り方を紹介したいと思います。レースとステンシルの2種類を作ってみました。少ない生地で簡単に作れますので、もしよかったら作ってください。表側にレースをつけたいと思います。横が14センチ、縦が12センチです。真ん中でもいいんですが、ちょっとずらしてつけたいと思います。後で縫い代1センチで縫うので、端までなくても良いので、これぐらいでいいかなと思うので、ここで切っていきます。中表に半分に折り、中央に返し口を残して縫い代1センチで縫います。縫い代を割って両端を1センチで縫います。四隅をカットしていきます。表に返します。両端に綿を詰めていきます。裏に返して両端を折ります。半分に折ってミシンで2ミリのところを両端を縫います。最後にここを絞ってもらって、黒ゴムを入れてこの紐で手縫いでつけていきます。次にステンシルのデニムのヘアゴムを作っていきたいと思います。ステンシルの仕方は別の動画で出していますので、概要欄に貼っています。今度はこの部分をデニムのベルトループを使いたいと思います。ない人は先ほどのやり方で作ってください。ステンシルをする場所なんですが、分かりにくいと思うので紙に書いて説明します。ここの部分にステンシルが来るようにしたいので、こういう感じで、ここが縫い代1センチ、ここも1センチ、でここがベルトループになるので、上から 3.5 センチ、端から1センチ、下から 3.5 センチ、この部分にステンシルをしてもらうと、ちょうどこの真ん中のところに来ます。作り方は先ほどと同じやり方です。縫えました。表に返して、綿を詰めていきます。ベルトループでここを留めてゴムを入れます。裏は先ほどと同じように手縫いで縫っていきます。